新宿スワン、この間読み直して、もう終わっちまった。もう読み直す漫画もね。ああ、でも殺し屋一もう一回読もうかなって思ってたんだ。しばらく読んでねえや。ならそんな言うほどグロいっけ。殺し屋一って。なんかグロそうだなみたいな殺し方するけど、そんな直接グロい描写ってなかったよ。なかったっていうか、あんまり直接書かれてなかった気がする。富樫さん、仕事 していただいてるみたいですからね。楽しみですけど。でも暗黒大陸編ちょっともう若干小説になってたからな、読むの相当気合い入れないときついだろうな。未だに大南王子が何なのかすら全く分かってないし、大南王子がどんな見た目で何の能力持っててどういう関係値なのかみたいなのを理解すんの、俺あそこね、もう暗黒大陸編俺ハンターハンター読み直してなんだかんだ俺多分3回ぐらい見てるんだけど、一切記憶に残ってない。全く理解できない。なんかあんだけ出てきてごちゃごちゃしたら、なんかどっかのタイミングでまとめて全員死にそうだよな。半分以上。何かとんでもない強大な敵が現れるか、あの中にいるすげえ強えやつが、ガッて力出したら、半分以上いなくなりそう。間引かれそう。暗黒大陸船ワイプ。